下野端1丁目より BB です。チャーヒーです。はい、ということで本日もここパンツショップアベニューよりお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、はい、今回は何ですか、あれですよ、はい、前ね、シャヒー君が俺をねバースデーで祝ってくれたがためにおじゃんになってしまった企画ですよ。おじゃんになってしまった。はい、パーカーのスウェットですか。パーカーじゃない、スウェットですね。ミスターフリーダムのスウェット、俺が嘘ついちゃったやつ。はい、あれをやると思ったらやらないでここまで引き伸ばされちゃったこのねスウェット界。はい、そして大野さんがちょっとね言いたいことがあるというんでね、気になりますね。ちょっと今日は見ものな一日となるでしょう。はい、ということでいっちゃいましょう。レッツゴー。はい、ということでデニムキングの大野さんでございます。またよろしくお願いします。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 ということで今日はねちょっと大野さんスウェット会なんですけど、その前になんかね先日ブログで大野さんまたやらかしちゃったんですか。なんかパーカーがね結局なんですか、在庫がないんですよね、いつもね、いつもじゃないですか、はい、見つかんないですよね、こんな感じなんで、もう、どこに行っちゃったかって、ね、お客さんにご注文いただいた商品を探して、はい、さあ、本当にあれ、休みの日もあれしたり、残業して探したんだけど、見つからなかったんですよ、それはこの商品だったんですけど、あるんですか？あったんですよ、これが。あったんですか。あったんです。これがね、こんな色だから大体ちょっと見りゃすぐ分かるのに目立つから。うん、そうそうそう。そしたらこうまあリーバイスのあれなんですけど、ポケットも面白いんですよ。で、そんな風な書き方してあったんですけど、生地も結構しっかりねあれしてますよね。いや、これ普通になんかちゃんとして、やっぱちゃんとしてるっていうかまあ、うん、リーバイスケージクロージング。でホームページ見ると M が1枚の L が2枚あるはずなんですよ、はい、で M が出てきたのに L がない2枚あるはずの、はい、あれがないんで、はい、いやーもう責任を感じちゃって本当に探したの、はい、でお客さんに「悪いけど今回はキャンセルしてください」って言ったらお客さん「分かりました、それまでやってもらったのにすいません」なんて言われてね、ところが、その後見つかったんですよ。どこスウェットのとこじゃなくてね、アウターがなんかのとこに混ざってたんだよね。混ざるんすか。うん、まあ混ざるというか。アベニューならありえる感じがしますね。ということでね、お客さんにはメールを差し上げて、はい、昨日差し上げたら。いや、あったんですか、よかった、探してたんです、送ってくださいって言われて、今日お送りしたんですけど、そんな、本当、ブログにね、そういう失敗しちゃったということを書いてから、すぐ出てきたんで、まあ、とりあえずは出てきたんで。まあ良かったということで、良かったね。でお客様ね、この色だからね、ちょっと見えるね。いや、なんか目立つって言ってたんで、すぐ見つかるのかと思いきや、ところがないというなかなか大変でしたね。ぶち切れられなくてよかった。いやいや、優しいお客さんだった。もう本当にメールのやり取りもすごくね。親切な優しい感じの方で、いやーよかったですよ。見つかったっつってメールしたらもういらねえよってぶち切れられます。中にはいるかもしれない。いやいや本当、まあ一応今までもそういう方は何人か、そりゃしょうがない、そりゃしょうがない、もうこっちが悪いんでね、見つかんねえな。そんなんねえやつホームページに載せとくななんて言われて、確かに L2 枚あるのに見つからないですもんね。1枚の M が見つかったという。よかったですね。で話違いますけど、話違いますよもうね。これミスターフリーダムのスウェットなんですけど、今までスウェットは T シャツとか何かは出したことあるけど、スウェットは初めてだよね。そうなんですか。ね、これでやっぱりこれ東京のお客さんなんですけど、入荷する前からもう分かってんだね、お客さんね、好きな人は、何と何取っといて、言われて、まあ取っといたんですけど、たまたま今日、まあ東京のね、江戸川の方が見えて、それこそ2桁万円でしたけど、お買い上げいただきましたけど。それミスターフリーダムですか。ほとんどそうでしたね。6点のうちも、ミスターフリーダムのジーンズとかね、シャツとかスウェットが2枚と、あとなんだ3枚は、なんかとにかくいつもまとめてお買い上げ。ありがたい方です。東京の方がここまで来るってことは、ミスターフリーダムを、これ結構アベニューすげえいっぱいやってるじゃないですか、これいっぱい置いてる店っていうのはそんなないですか？そこまで比較的少ないみたいな。今日は東京の方は、今日は2人か、昨日もねいらっしゃるからね、今日は千葉の人も来てる。このねビビサラというか、皆さんのねおかげでもうかなりお客さんが来て、阿部がこんだけミスターフリーダムをやっぱ仕入れてるっていうのはあるんじゃないですか。すごくミスターフリーダムばっかりじゃなくて、本当にねお客さんが来てくれるということで、いやぜひ感謝ですよ。いやこちらこそ感謝でございます本当に。で話が全然進みませんね。このパーカーの話が、その話からリーバイスのパーカーから、こういうのがあったんですよ。これちょっと持ってみてください。シャンヒーさんどうですか、持ってみてください。お、なんかずっしりずっしりでしょ。いやなんかパーカーにして重い。いやこれなんすか、これ1キロなんてもんじゃないんだ。1キロなんてもんじゃない。これちょっとね、これ昔のね、持たないとわかんないですけど、これ昔のドゥニームのなんちゅう生地ですか。目方はどうのこうのって書いてないけど、オリゾンティの時のあれですね。また古い。メイドインジャパンのすごい商品ですね。これなんでこんなに重いんですか。目がつんでるというか、そういうことですね。すごいあれですね。この生地はもうこれからの季節に着たくないっすね。見ただけでやだ。いやなんかスウェットってよりも本当アウターみたいなレベルっすよね。アウターでも本当これだけで。下手すりゃ冬もいけちゃってんじゃないぐらい。これ一枚で毛布みたいなもんだね。毛布みたいなもんだよ。確かに。一応スウェットもパーカーっていうか、あれもこういうのもあるというか。スウェットでこの重さはすごい。すごい。なかなかないね。ないねこの重さは。この重さは。スウェット持ってるとは思えない。本当だ。これすごいなでも。いや素晴らしい。これ売れたんですか。結構売れたんだね。これ多分1枚しかないよ。1枚しかない、まだじゃあ1枚あるから、今年の秋冬ぐらいに切ったら面白い。またそんな古いんですねやっぱね。これオリゾンティーでぼやぼやしてっと、もう15年以上経っちゃってると。15年ぐらいは経ってますね。いやすごい。本当段ボール入れたまんま店になんか出さないでおくから、15年ぐらいすると。確かにそれでここ残っちゃってんですか。そうだね。そうだね。もうねこのパーカーも出てきちゃったせいで、一切こっち進んでません。なんか全然ミスターフリーダムのパーカーでスウェット界なんですけど、とりあえずこれはもうミスターフリーダムが初めて出したスウェットと言っても過言ではない。そうね。で、ミスターフリーダムはまさかね、作りがいいっていうのは、作りがいいですか。このガゼットっていうんですけど、これ普通ね、こういう形だけ三角の布をつけたような仕上げをしているのがあるんですよ。で、これはね、本当にこれ分かるでしょ。これとは別に生地をつけてるというね。いいものはいいやつか悪いやつか、よく作ってるかよく作ってないかっていうのは、これ見るだけで分かりますね。そうですね、ちなみにこれはもうなんでこういう作りなのか、よくこういうのいっぱいありますけど、本当はねこれ伸びて着やすいからどうのこうのって言うけど、それも本当あると思うんですよ。でもここのリブがしっかりしてきついようなやつだと、これは関係ないよね。関係ないですか、そこまで。これはね、だけどちょっとまともなやつはそういうふうな、まともな仕上げねしてありますから、そういうあれでこれがついてんですよ。今回全部ついてますね。全部つか、全部形は一緒なんですね。同じねあれですからね。あ、でもこの首のこのリブは意外と緩いっすよね。まあ緩いっていうか、そうですね、硬め柔らかめですね。うん、そうですね、そんな感じだね。すごい。これはダルチの和歌山のあれじゃないけど、やっぱり釣り網じゃないけど着ては間違いなくいいと思いますよ、これね。いいスウェットですか、これは。このなんかリブもなんかすごいっすね。このリブもね、ちょっとこの細かいのは普通でしょ。はい、ちょっとなんか変な線が入ってるというか、そうそうそう、うん、ダルチの和歌山、メイドイン和歌山なんかもやっぱりこういう感じになってますよね、リブなんかね、うん、やっぱり着やすいっていうか、あるじゃないですか、楽というか。こっち脇にもこれついてますね。ああ、そうだね。これも伸びる、こういうことですか。そういうことですね。なるほど。チャンピオンとか何かも昔ありましたよね。まあリバースリブってここね、ここにバーッとね、そうそうそうありますけど、まあそれとまあなんですか、これはミスターフリーダムの手法とかは今回のやり方なんですね。まあ新しいスウェットでいいですね。そうですね。あ、これついてるんですよ。これ何なんですか、これ。これあの前、あ、この間なんかパーカー買い時にやって。なんか白っぽいパーカーにこれワンポイントがついてましたね。あ、なんかこのやつは時々このエンブレムがついてますね。ミスターフリーダムね。自分のとこのあれなんじゃないですか。マークというか、そういう感じで使ってんじゃないですかね。なるほど。ちょっとこっちの色もどうせならもうまあ色というか、あ、これちょっとこれプリントあれですね。なんかフロ、あ、全部そうですか。こっちはな、こっちもなんなんだ。全部。うん、フロキですよね。まだ全部すべてそうですね。今回。うん。そうですね。この生地感、あ、でも雰囲気いいっすね。うん。なんか。ミスターフリーダムの、まあ、社長とかやってる人、自分でこう T シャツとかプリントしてるんですよね、こうやって、そういうのとか動画で上げてて、はい、あの人結構アクティブな方ですよね、はい、見てて面白いですよ、すごい、はい、まあ、これは自分でやったか知らないですけど色違いとかもあるんですね、こういうオレンジ色結構入れましたね、入れましたね、つかなんかスウェットありますね。いや、今までスウェットやらなかったからね、ちょっとああ、これは面白いということであれですね、やってみたんですけど、なんかさっきもお話したけど、商品が入ってくる前に予約が入ってて結構ねなくなっちゃったというのもありますけどね。いつまでも15年も20年もあるような話ばっかりじゃ、これちょっと早くなくなったっていう話もできないと、色物すぎますからね残るか売れるかですよね、こういうもうなんか面白い商品は一か八かね、一か八かですよ、こんななんかパーカーが置いてあるように見えないでしょ、なんかこのなんかもう形もいや、これはね、本当これがいっぱい入った時はね、笑っちゃうけど、ああいうケースの上に棚に揃えるでしょ、倒れますね、倒れちゃうんだよ、重いからですね、厚くて厚くてバランス悪そうっすもんね、めちゃくちゃすごい商品もあったということですね。この辺は大丈夫ですね。この辺ちなみに高級です。高級26,400円だから。定価24,000円か。24,000円ですよね。だから本当にいい商品っていい商品に決まってますよね。それでなんかお、ちょっと待ってください。今度なんかこれなんか iPhone かなんか入れるポケットに、なんすかこのポケット。見たこともない。確かに仕様ですよこれ。どこについてるの？後ろプリントねえなんつってたけど、これが一番なんだよこれですね。ミスターフリーダムのホームページでも見ればなんか載ってんですかね。これは何を入れろみたいな。あ、でもここですもんね、これシャッと。後ろね、何入れるんですかこれ iPhone。 今の時代だとメジャーなんて入れないですもんね。メジャー、いや、なんかここメジャーっていうの線引きみたいなね、なんかこういうとかでもないだろうから、やっぱりこれ何入れるんだろうって感じですね。いや、スマホなんだこれ。スマホじゃダメなの？スマホでいいんすか？本当に今の時代に適応してこういうスマホ入れなんて作って、でもミスターフリーダムのジーンズなんかも、チノパンなんかもそう、裾の方にポケットなんかついてなったよね。あ、バイクなんか乗る人のためとかなんとか内側にね。ということで、これスマホがね、今の時代に適応して、これはスマホかもしれないということで。本当にスマホなの？いやでも大野さんだったらガラケーだと結構これ下の方までいっちゃうよこれ。開いて入れないと。開いて入れる。やばいねもう。いやそのガラケーがねもうあと2年ぐらいで使えなくなるって言って。えそうなんですか。あそれ全員サービス終了みたいな。なんかサービス期間とかなんかの関係なんですかね。じゃあ大野さんも iPhone になっちゃう、もうタッチ系になっちゃうかもしれないね。いや、もう早いうちにもなってほしいですね。大野さんがやっぱ LINE のスタンプとか来てほしいですよね。今日何時行きますっつったら大野さんのスタンプがグッとみたいな、これあとねクイーンで了解みたいな、そういうの欲しいですよ僕も。まあじゃあね、ということでね、今回これ本当はスウェットもお茶の日も俺も着たいんですけど、ちょっとチャックもないし、そうですね、これ着ちゃうとそのままね買って帰っちゃいそうな勢いなんで、はい、今回は試着はなしということで、ちょっと前にはいこうやってはいイメージして、めっちゃこれかっこいいです。大野さんもイメージしてますよ。イメージして白すか、大野さん。でもまあいけますね。白もあるということでミスターハイテマということで、はいということでありがとうございました。 BB でした。チャンヒでした。カメラマン平野さん、そしてデニムキングの大野さんでした。はい、まあこちらもミスターフリーダムのセットもよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。バイ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 。